チャールズ・スターク・ドレーパー研究所はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ケンブリッジにある非営利研究開発組織である国家安全保障宇宙開発医療エネルギーといった分野について最新技術による設計開発展開を主に言っている通称はドレーパー研究所1930年代初め頃チャールズ・スターク・ドレーパーが MIT に機械工学研究所として創設したのが始まりである。1973年、MIT から分離され、独立した非営利組織となった。特に、完成工法、誘導システムや制御技術、無停止コンピュータ、アルゴリズムやソフトウェア、デモリングとシミュレーション、MEMS、マルチチップモジュール技術などを得意とする。 陸海空及び宇宙における自律システム、分散センサー及び分散ネットワーク、精密誘導兵器、医療生態工学、科学、生物学的防衛、エネルギーシステムのモデリングと管理、といった分野を主に扱っている。場合によっては、技術の民間への転用のために、パートナーと共同で働くこともある。以下の7部門に分かれている。米国内に6つの拠点がある。 本部は、マサチューセッツ州ケンブリッジにある。他に、テキサス州ヒューストンのナサ・ジョンソン宇宙センター内の拠点、タンパの南フロリダ大学にある、ドレーパーバイオエンジニアリングセンター、フロリダ州セント・ピーターズバーグのマルチチップモジュール、研究施設、ワシントン DC の拠点、アラバマ州ハンツビルの拠点がある。1930年代、チャールズ・スターク・ドレーパーが、 核運動と直線運動の精密測定のための機械開発を行う研究所を MIT に創設したのが起源である。第二次世界大戦中は秘密機械開発研究所と呼ばれていた。その後、MIT 機械工学研究所と解消。1970年には創設者の名を冠するようになり、1973年には MIT から独立して、 ヒエリ研究開発企業となった。その歴史上、一貫して誘導、工法、制御技術の開発や実用化を行い、アメリカ政府やアメリカ航空宇宙局の要求に応えてきた。海中から発射される弾道ミサイルのための最も正確で信頼性の高い誘導システムの設計、開発、アポロ計画のための高精度、高信頼な GN& C シ,システムの設計、開発なども行ってきた。ドレーパー研究所は民間、または軍用の航空機、潜水艦、ミサイル、宇宙機、無人機などの精密な GN&C に欠かせない、完成センサ、ソフトウェア、高信頼システムの開発に貢献してきた。チャールズ・スターク・ドレーパー賞は、ドレーパー研究所が1988年に創始した技術系の賞であり、 全米技術アカデミーが与える国際的に最高の工学系の賞とされている。生活の質を向上させたり、情報アクセスを容易にするなど、社会に大きな影響を与えた技術革新を毎年表彰している。副賞は50万ドル。技術教育もこの研究所の目的の一つとされている。毎年50人の大学院生を支援するフェロープログラムを実施している。 これに選ばれた学生は後に政府機関、軍、企業、教育機関などでリーダー的立場になっているものが多い。受託研究を大学と共同で実施することも多い。学部学生の支援も行っている。高校までの理工系教育と近隣コミュニティとの連携も1984年から公式に行っている。コミュニティリレーションプログラムに 毎年17万5000ドル以上の予算を投じている。近隣の交流は、理工系教育の促進を第一の目的としており、インターンシップ、サイエンスフェスティバルの開催、見学ツアーなどもその目的に沿ったものである。この研究所の研究成果はしばしばニュースで取り上げられている。研究所のウェブサイトには、最近の見出しの一覧がある。ありがとうございます。